ペルミは、ロシアの都市である。ウラル山脈西側のふもと、鎌川の両岸に広がる。ソイボルガ連邦管区に属するペルミ地方の州都。人口は105万人。工業都市として、機械工業、石油、化学工業、木材加工、軍事産業などが盛ん。シベリア鉄道が通る鉄道の分岐点で、陸上、水上交通の要衝でもある。 モスクワから 1385km。ペルミツ駅が中心的な鉄道駅となっている。1723年に建設される。1781年からペルミ市。1940年から1957年まではモロトフと呼ばれていた。1870年に創立されたペルミ国立オペラ、バレエ劇場が有名。 ペルミ国立大学やペルミ国立工科大学などの高等教育機関がある。地質学用語のペルム紀はこの町の名にちなむ。ペルミで鎌川を渡るシベリア鉄道の鉄橋から中世初期のペルミ一帯には多神教を報じるフィンゴル族の部族が北東をボルガブルガール人と接しつつ居住していた。13世紀から14世紀にかけて ロシア人の公益者やキリスト教の宣教師が、ノブゴロドや後には、モスクワから巨来し、この地方に、最初の居留地を築いた。この地域の住民を最初に、キリスト教に改修させたのは、聖人ペルミのステファンであるとされている。15世紀に入ると、毛皮の取引で大きな収益を上げていた、ペルミ一帯は、ノブゴロドとモスクワの争いの焦点となり、 最終的に1472年、モスクワ大公領となった。15世紀末から16世紀初頭にかけて、兵士や商人、キリスト教の修道士や聖職者に引き続いて、モスクワ大公の行政官や農民が、西ロシアから入植してきた。ペルミが最初に資料に登場するのは1647年で、イエゴシカ村として登場する。しかしながら、 実質的には、現在のペルミ市の歴史は、ピョートル一世地下でのウラル地方の開拓とともに始まる。バシーリー・タチシェチェフが皇帝により、ペルミ及びエカテリンブルクの工場の支配人として任命された。ペルミは1723年5月15日に回帰され、1781年には町に昇格した。1797年にはすでにこの地方の 行政上の中心地として、ペルミ県の県庁所在地となっている。ペルミオペラバレエ劇場ペルミは公益と工業の中心地となり、1860年代には人口が2万人を超えた。金属工業、製紙業、蒸気船製造が行われ、工場の一つにはイギリス人が出資していた。1870年にはオペラハウスが設置され、 1871年にはロシアで最初の林工場が建設された。1916年にはペルミ大学が開設された。ペルミ大学は今日でもロシアの主要大学の一つである。ロシア革命が起こり内戦が始まるとペルミに武器工場があったことからペルミは核陣営の主要な占領目的となった。 1918年12月、シベリア白軍のアレクサンドル・コルチャーク提督がペルミを占拠したが、数ヶ月後には赤軍に奪取された。ペルミ・チェイカーの命令下、1918年6月12日、ミハイル・アレクサンドロビチ大公は、秘書のニコラス・ジョンソンと共に、ペルミの郊外で処刑された。その数週間後、 ペルミ大主教のアンドロニク・ニコリスキーが市内でボルシェビキにより殺害された。2000年、ロシア正教会は他の多くの新知名者や表信者と共にニコリスキーを新新品知名者ペルミの大主教アンドロニクとして劣勢した。ニコリスキーは日本正教会の初代京都主教でもあり、正教会で日本にゆかりのある二人目の聖人となった。 ソビエト連邦時代も、ペルミはこの地方の工業と政治の中心となった。1930年代には、航空産業が、ペルミの主要産業に加わった。工業の発展は1940年代も続いた。また、第二次世界大戦中は、ロシア西部から、多くの工場がペルミへ疎開し、ペルミは、戦車生産の中心地となった。 1940年から1957年までは、ビャチェスラフ・モロトフにちなみ、モロトフ氏と解消されている。今日ペルミの総人口の8割は、工業生産に従事している。ペルミ中心部、ありがとうございます。